皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、 AI 音声ともこです。それでは今日の質問です。定年って必要でしょうか？以前、企業における年功序列型賃金はもう機能しないというようなことを聞きました。確かに能力に関係なく年齢とともに賃金が上がっていくのであれば、どこかで定年退職してもらわないと破綻しますよね。しかし20代でも優秀なら年収1000万、60代でも無能なら年収300万という完全成果連動賃金制度であれば、特に定年を設ける必要はないのではと思うのですが、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。今日に引き続きまして、ゲストは UDS 株式会社代表取締役中川博文さんです。お願いします。中川さんはここのね、オフィスの社長さんなんだけど、これやる前は何されてたんですか？この会社の前は最初ポーラ化粧品っていう化粧品屋さんでした。ポーラ。ポーラで何されてたんですか？新規事業でキャンディー作りました、飴玉。はい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 。一個良いですか？はい、今日寺田カメラが近いんですよ。よかったね。今日寺田カメラ近めです。それだけご報告しときます。ホリエモンチャンネル。ということで、私はこう答えました。そうですね、必要ないです。おほー、単純明快だ。60歳からみんな何するんですかね。結構あります。私結構疑問で、みんな60からどうやって生活してる？そう普通に公務員の人とかねえ、蓄え、それとかも、まあ一応年金、ね、資金運用ってことですか？いやいや、年金です。まあ、定年って結構きついっすよ。働き続けないとね、食べて。ほんとね。だからいつまでか分かんないですからね。いや、だから要は年功序列型賃金にしてるから、それをほら約束してみんな安く雇ってたわけ。20代30代は安いけど、40代ぐらいから給料アップしますよっていう約束で、要は暗黙の約束で入ってて、安くこき使ってたんで、そう今さらそんなことも言えなくなったっていうのが現状ですよね。じゃあこっからどうなっていくべきなんですかね。だからもう今の人たちってずっと働き続けるでしょ。じゃあまずこの定年60っていう区切りがおかしい。80とかまで普通にみんな生きるんだ。そっか、普通に生活してますね。90超えててもおじいちゃん車運転してますからね。すげえ。60で仕事を終えるっていう考えをまず、まあそれだからなくすというか、なくすっていうか、自分でそういうのをね、会社がやってくんないんだったら自分で考えるしかないよね。じゃあそういう時代になりますということで、プラズさんなんか昨日言ってたアプリのいいアイディアを、いやアイディアっていうか、単純にこれあったら良さそうかなって超思いつき。坂道の傾斜がわかる。私ヒールをよく履くんですけど、ヒール履いてる時に急な下り坂って下れないんですよ。そういうのが事前にわかればよいなって。ルートラボ、あるわ。あったわ。標高グラフ付きで再生できます。うん、あったあった。はい、じゃあ違うアイデアお願いします。はい、また出直します。はい、漫画刑務所ナウアンドアズ、刑務所にいたけど何か質問あるを配信中です。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。